シーダーミルはアメリカ合衆国オレゴン州ワシントン郡にある国勢調査指定地域非法人共同体である。ほぼ全域が国道26号線の北側、ウィラメットストーンの西側に位置する。シーダーミルという地名はこの地では群生していたウェスタンレッドシーダーを処理する製粉所の名に由来する。この製粉所の近くにはシーダーミル川が流れていた。 製粉所が所有していた池が現在の119番通りとコーネルロードの交差点付近にあり、1960年代まではこの池を見ることができた。2000年国勢調査の時点でシーダーミルの人口は12,597人であった。シーダーミルはテュアラティン渓谷の他の地域と同様、1850年の供与地請求法により定住が始まった。 1856年に学区になった。オレゴンジオグラフィックネームズによれば、シーダーミルの郵便局が1874年に設立された。郵便局は、ジョン・クイン・シー・アダムズ・ヤング・邸に収められた。この邸宅は、今でもコーネルロード沿いに残っており、現在、テュアラティン・ヒルズ公園保養地区の設備に転換するため改装中である。アメリカ合衆国国調査局によれば、 シーダーミル国勢調査指定地域の総面積は9 6キロ平方メートルで、その全域が陸地である。2000年の国勢調査では、市の人口は12,597人で、4,723世帯、3,428家族が暮らしていた。人口密度は3,388.3ミニだった。1,331.7。 スクエアミの平均密度に4951件の住宅が建っている。人種構成は白人85.42%、アジア系7.47%、アフリカン・アメリカン0.86%、先住民0.41%、太平洋諸島系0.21%、その他の人種2.70%、及び根結2.94%である。 人口の6.09%はヒスパニック、またはラテン系だった。4723世帯のうち39.4%が18歳未満の子供と一緒に生活しており、60.8%は夫婦で生活している。8.3%は未婚の女性、または家父が世帯主であり、27.4%は結婚していない。 21.0%は1人以上の独身の居住者が住んでおり、4.3%は65歳以上で独身である。1世帯の平均人数は2.67人であり、結婚している家庭の場合は3.12人である。市の住民は28.4%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が6.9%、25歳。 以上44歳以下が31.1%、45歳以上64歳以下が25.5%、及び65歳以上が8.1%に、渡っている。中央値年齢は38歳である。女性100人ごとに対して男性は99.7人で、ある。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は97.0人で、ある。 この都市の世帯ごとの平均的な収入は65,730ベイドルであり、家族ごとの平均的な収入は795,297ベイドルである。男性は62,901ベイドルに対して、女性は36,369ベイドルの平均的な収入がある。この地域の一人あたりの収入は33,555ベイドルである。 人口の6.7%及び家族の4.7%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の7.4%及び65歳以上の5.0%は貧困線以下の生活を送っている。シーダーミル地域図書館協会という非営利団体が1976年に地域内で最初の図書館を設立した。この図書館は コーネルロードとソルツマンロードの交差点にあるショッピングモールの中にある。1978年、1988年、2001年の拡大を経て、現在は24,500平方フィートの面積を占有している。ありがとうございます。